ここにかけ。速報です。重視分外で強制フォローが突如発生。完成レベル3を突破。フォロー調査協会が緊急対応に当たっており、近隣住民の避難誘導を進めています。重視分外に近づかないようお願いします。近隣住民は指示に従って避難してください。繰り返します。お兄ちゃん、このニュース見て。どうした？重視分外、確か他のニュースだよ。待ってて。うん、ヤヌスクがね、完成レベル3を超えたって。やっぱり治安局がそこで今日捜索をしている。避難は手こずるだろうな。それって準備しておこう。近々仕事が舞い込むかもね。よし、あとは待つだけ。市民の皆様、こちらは現在重視分外におけるも申し訳ございません。フォロー災害の発生により捜索は私から市民の皆様にお伝えしたいことは、現在我々が追跡しているのは前回研究所を襲ったどれも極めて危険なマスラを、いや犯罪者です。特に彼らのリーダー。いやー、俺はニュース記者だ。聞こえるか、このままてやら。すぐに足取り掴んでからな、こら。そうだ、徹底。記者さん、まだ状況を報告している最中。やがれフォローに入ったからセーフだって思ったら大間違いだ。治安局の窓だ。ニコの親分、窓から出られるぜ。でもあの下はフォローで仕方ない。とにかく楽勝、任せとけ。はじかれた。丈夫そうね。もうやっぱそう簡単。強化した防弾ガラスだ。何でも屋のジャトや。なぜ関ヶ組の縄張りで盗みを。俺の兄弟たちが苦労して。研究所を襲撃して金庫を盗み出したのはあんたたちでしょ。私たちはこっちが悪いみたいに言わないで。お互いストリートで。残念だけど私の依頼人は治安局じゃない。まあ関係あるに決まってんだろ。おかげだ。本当、おめえらの命とたった3人のために組全体が動くだなんて。これがしまたあれ。そう、 GS2 型ホールーメン。よかった。何、頼むから目閉じるなよ。シーズこれじゃおめえらを皆殺しにするしかなくなった。勘違いしないで。嘘泣きのあっちだよ。長官、こちら袋を繰り返します。関ヶ組を発見、指示をお願いします。ボス、治安局の航空隊だ。さっきの閃光弾は。やっと気づいたの。このまま私たちとやり合って治安局に捕ま。そう、虎を制して狼を喰ら。何？関ヶ組の何してんだ長官。最大口径のやつを選べ。正義。スクロー4、攻撃命令を確認。やばっ。後でクレームを出してやっからな。フォローに入ったことを確認。ひとまず進みましょう。エーテリアス、早速現れたわ。どこかに行ってサイダー。気をつけて。どこかに行ってサンダー。鉄道ホーム、電車の車両。よかった、ヘッドホンは無事みたいこちらアンビーデマラな。キャロットは所持しておらず、プロ棋士先生、これからのことを音声で記録していく。これでアンビーのフォロー生存記録第1条。この一帯は地形が複雑だから慎重に進む方向を決めないと。未だにフォロー内部の錯乱性質を信じない人がいるのなら、私の録音データを証拠にフォロー。うわあ、アンビーじゃねえか。お前もきっと無事だってし。うわー、おい、なんでいきなり刀を振りま。もう一人知能を持つ個体にそう。何言ってんだお前。昔ある調査員がフォローで調査員が偽の隊員をフォローから救出した途端、都市は多大な犠牲を払った。最終的に一人の勇敢な調査員。おいおい、エーテリアスはフォロー。お前のそれは映画の話だろ。私、その事件の犠牲者を。それはエンドロール。質問1番。ディナ。そりゃ待った待った、刀を。深夜ドラマ「おうハニー」。警戒解除。ビリーキッドと合流したことにより私。だから俺たちが落ちてから随分経つ。でも金を払ってもです。2個の逼迫した収支パターンを見るとくそー。そうい、まあとにかくだ、あれこれくだらない。いつも通り前衛を頼む。ええ。どっちはいアンビ援護する。アンビ、お前に会えてホッとしたぜ。ええ、私もよ。動くなよ。撃破する。命中。おっと、危ねえ危ねえ。悪いな、個人的な恨みはないんだが言いたくねえように。ん？やべえ、弾変えるの忘れて。待て、ちょっと待ってくれ。うわあ！集中して。おい、あそこに誰かいるぞ。彼の足元に金庫がある。本当だ、ラッキー。ってちょっとアンビ、彼を捕らえて金庫を回収する。いや、まずは様子。俺はやっぱりだ。まだ抗う意志はあるみたい。無駄だ。コアが現れた。まずい、もうすぐ完全。腕が剣みたいに。一つ攻撃に気をつけて。見た目より攻撃範囲が広いぞ。一掃するぜ。スターライト、ここに輝く。じーっとしてろよ。そりゃこれでもクラップ系。復元した。エーテルカスでも上がってる。まだ攻める。いや、今の火力じゃ無理だな。それでは重視分外の現場に戻ります。報告によれば違法暴力団関ヶ組に対する逮捕行動中治安ですが、この情報が入ってきた時点では関ヶ組の首領は逮捕されておらず、現在爆発物処理部隊が現場…もう見なくていいわよ。ニュースで言ってる爆発、私が緊急事態よ。ビリーとアンビー、それから私の依頼のプロ騎士の助けが必要なの。一生の…こんにちはニコ。次はちゃんとの月に3回は聞くよね、ニコの一生のお願い。好きなだけからかってくれていいから、お願い。伝説のプロ騎士パ…今度は何をやらかしたのニコ。うん、確認したところ安心して、あとはつけられてないしね。それならいいけど。もう分かってるわよ。プロ騎士捜査の強化でほっとら…はいはい、分かってるんならいいの。それはあんたたちに依頼があるの。それもすっごく大事な依頼。それでビリーとアンビーがホローに落ちたの。2人を助けて依頼人から頼まれたものも取り戻さないと。ホロー調査協会に救援を申請したの。私今はまだ協会に目をつけられるわけにも。それにあの強欲な連中を満足する。従業員を放っておく。ふざけないでよ。私は収益の…とにかくうちの人間と私の依頼人のものを。典型的なプロ騎士の仕事よ。この依頼が終わったらこれまでのツケを待っ…ニコ、もう何ヶ月も経つけど。はいはい、ジャトヤが受けた依頼の報酬からあんたたちにも。うん、その方がよ。よし、善は急げよ。早く出発しま…ニコ、怪我してるの？そういう…でも…うちの妹の言うことを聞く。それに君には仕事の下準備も。あんたのボンプ分子リンは先にニコの傷の手当てをしてくれないか。じゃあどう？聞こえるからニコ。イアスを頼んだよ。オーケー。さあ、ほらほら、行った行った。よし、ボンプは届けたわよ。さて、始めようか。うん。あの上級エーテル。よかった。適度な休憩を取ることを提案。2人は休んでて。ありがとうプロ騎士先生。さっきは危なくて店長が俺たちをあそこから。さすがパエトーン。なんのプロ騎士なニコのことだから。節約のために自力で対処する。プロ騎士先生が駆けつけてくれなかったら。ところでさ、最初治安局やフォロー調査協会よりそんな切り札があるなら、俺らみたいなフォローレイダーと働いてたらメリットより。エーテリアスの声。早くね。横になろうとしてたところだってのに。すぐに撤退しないと。でもまあビリーが望むなら。そういうこと真顔で言うなよ。移動しよう。道中での戦闘はもちろん。戦いが長引いたら。最寄りの出口を見つけたよ。右側のルートを行こう。店長、ガイドは任せたぜ。前方のエリアを測定する。しばらく待ってて。よかった。危険なエーテリアスはいなさそうだ。このまま出口まで進もうか。フォローの観測データだ。大いに越したことはないね。That's right. 店長、道案内は頼んだぜ。このならまだあるぜ。敵は他にもいるよ。気を引き締めて。じっとしてろよ。このならまだあるぜ。回避成功。の振動は。プロ騎士先生、エーテリアスが追ってきたわ。どうする？戦うか？大丈夫、僕についてきて。軌道の敷設装置を利用すれば、これで軌道に沿って効率よく進める。セーフティードアのデータをスキャン中。システムログによると、ドアの開放条件はギア。ここはフォローだぜ。俺がその条件を飲んだとしても、そんでもってスタックラへスタック。エージェントビリーが銃を取り出し、ドアロックに重傷をたたドアの開放を検知しました。またえなクソトラー鳥肌が立ったぜ。鳥肌が立つ。ビリーが例えだよ、例え。それより戦闘に集中しようぜ。クロスファイヤー、俺に任せろ。じーっとしてろよ。執行。こう動くなよ。敵を怒らせたみたい。気をつけて。このならまだあるぜ。聖なる星の光を浴びろ。スターライト、ここに輝く。店長、次はどの方向に行けばいいんだ？このまま進んで。了解、このまま進むぜ。けどよ、この先は壁だぜ。破れ。心配しないで。この声は。遅いよお兄ちゃん。やっ悪かったよ。さっきビリー、アンビー。聞こえている。知っての通り、フォローの中。生への道が死に見えた。アンビー、それとフォローを出てリンもそろそろ。それじゃあ店で落ち。静かになる。普通のポンプに戻った。なんで肝心な時に表直進する。衝撃。ぶつかるぶつかるぶつかる。エーテルの圧迫感。やっと時間も場所も。ほら二人ともな。ニコの親分。来たわね、ナイスタイミング。ニコ、戻ってくる。そんなことないわよ。あ、それから来る途中。アンビー、あなたのジャケットと同じ色。ニコ、従業員たちを助けてあげたんだ。そろそろツケを払ってもらえないか。待って、まだ終わってない。私の依頼は人と物。物のことなんてなんか。ちょっとお店の人。とにかく私たち撤退前に目撃した状況だと。ホワイトスター学会のエーテリアス使。そう、それだ。俺とアンビーで金庫を奪おうとしたけど、あいつ人ってか親分、あの中には一体何が入ってんだ。ここまで体を張る価値があんのかよ。早速牙の形のペンダント。何言ってんのよ。これは小型のメモリディスク。シルバーヘッドの所有物。事前に調査したところによると、金庫の暗証番号と関係が。でも少し破損。本当だ。ねえねえパイトン、なんか方法。 HDD のスペックはリン、僕がインターネット。よし、じゃあ約束ね。こっち、私から金庫のか、あ、メモリディスクからで。じゃあまたな。ではまた。